現在外部サイトで奮闘してます。ちょっと疲れてきました。すごい懐いてます。もうマブダチになりました。ファン君とマブダチに、なれへん。昨日ちょっとデビューしたんだけど、ちょっと今日は多めにやってみようかな、ずっといるファン君と。餌をあんま食べないね、ファン君。気づかなかった。ツイッター見てよ。あれ、ファン君なんかサマースクール行った。うん、ナイスボタン問い合わせしたのに対応してくれた。疲れました。懐きすぎ、寂しいんだね。持って帰ろうかな。持って帰っていい、ハン君。だって昨日ね、買い物行ったらね、玄関で待ってるレベルよ。玄関で、最近ふわっちはどう？面白いふわっち、ちょっと難しいな。難しいような、いけそうなような。賢いんだろうね。でも最近ふわっちもね、ふわっちもちょっとね、微妙じゃない？正直どう？面白い？みんなマリオ見てる？マリオの女芸。ふわっちの限界っていうか、刺激がないとね、あ、ひーちゃんおはよう、大花火。ちゃんと頑張ってるとこ見てるね、まであった。なんでマリオ見てたらいいじゃん。向こうはいいよ、課金しなくて。あ、配信タイガーズがあるからふわっちは安泰。なるほどね。イベントイベントリスナー大変だからちょっとね、出稼ぎ行ってるんだよ。出稼ぎ、出稼ぎ中。でもやっぱおじさんだしね、向こう若いわ。若いよね。二十歳のね、二十歳とかいるしね。おじいさん、おばさんもいるからね。おばさんもね、カカオ違った。どうしようもないよね、あれ顔は。食いつきはいいんじゃない。食いつきは
痛い。噛まないで。噛まないでください、ファン君。顔が違う。どっちがいい？顔が。普段、ふわっちの方がいい？顔。盛り上がってない。でもさっき77号は言ってたよ。昨日ね、デビューした、でもあんま伸びないね。閲覧じゃないね、向こう500人いればいいね、やっぱ凪志さん次第だね、凪志さん次第、犬で、これファン君、しきちゃんの犬、あのマブダチなんだ、ずっといる、懐いてるから、ナイス、来月やろ、来月、しきくん飛び抜けて感じくれ、深夜ちょとかね。新八丁も40歳でもう20代のノリだからね、新八丁も、でも犬って誰にでも懐くでしょ。で今日ファン君誕生日です。紅葉だよ、一緒に寝てないし、ここで寝てる。懐かないでしょ、懐かない。ファン君1歳だって、一番可愛い時じゃない。で昨日散歩行った。リスナーさんちょっと心配なんだけど、餌食わないんだよ、餌を。どういうことこれ、ファン君全く餌に興味を示さないね。一応ね、犬用にエアコンはちょっと26度とかにしてる。暑いよね、俺からしたら。ワンちゃん用のエアコンにして。めちゃくちゃ暑いで、この部屋。ハックンサマースクール。トイプードルあんま食わないのかな。18度じゃないとダメだけどね、俺は。しょうがないよね、犬優先だから、餌がまずいとか、定期的にワンワンとかで出てくるね、餌がワンワンとか言って、時間決まってるんじゃない、定期的に出てくるからね。犬も暑い。何度ですか。今日も散歩連れていくわ。水はあるよちゃんと。昨日夕飯焼肉食べたけど、あんま美味しくなかった。焼肉食べたけど、デブをつけてるよちゃんと。俺にしたらデブだから熱いって感じ。普通の人だったら大丈夫じゃない、普通の人なら。俺いつも18度だからね。表情だから毛をカットしてあげないと目が見えづらいんだよ、目が、連れて帰りたいわ。
だって何回も言うけど、買い物行ったらね、玄関で待っててくれたんだよ俺を。どう思う？うん、で好きじゃなくて俺にべったり、うん、好きと一緒に寝てもいいけど俺にべったりなのこの子、うん、べったりです。いつも俺の手と足を舐めてくる、うん、中堅だよ。名前ファン、ファンを大切にっていうのでファンらしいよ、うん、ファン君、うん、全然臭くないよ、うん、ご飯食べないのがねちょっとね、ファン君、ファンタスティックじゃないでしょ、フワッチじゃないか、うん、寂しいの、うん、いやエアコン下げないわけだから、ファン君の適温だってこれ、俺が暑いだけよ、うん、そんな寒くしちゃダメでしょ、25度とかって言ってたよ、うん、ね、寒くしちゃダメだよね、俺が我慢してんだよ25とか6じゃない、で老犬はもっと27とか8じゃない、そうでしょ、で俺は暑いけど寒いでしょ、俺の温度にしたらね、ねえファン君、ファン君安心して、ちょっとドア閉めてくれ、うん、犬って寝てるような起きてるような感じやな、ケピ、うん、もう帰ろうかな明日ぐらい、でね、ハッタリ説あるしきちゃんめちゃくちゃ稼いでるって、稼げるって俺に言ってたけど全然稼いでないと思う、ハッタリ説あるわ、うん、見ててもう全然飛ばないもんアイテム、うん、ほんとトップレベルが1000万とかで、あとはそんなふわっちの方がね稼げるよ絶対、先月まで、うん、だってあの一番高い10万円のやつとかでも入ってくるの2万いくらよね、サブスクだって母数がそんな多くないから、めちゃくちゃ多い人でも1000人ぐらいだから、そんなアイテム、うん、本当奥行ってんのかなって感じ、うん、で毎日デイおおファン君大丈夫だよ、え？羽打ってる？俺か？俺が。ファン君急に吠えるんだよ。で、なんだっけな？何の話？で、毎日デイリーランキング競ってる。ファン君大丈夫よ。毎日デイリー競ってる感じ。どうしたの？大丈夫だよ、怖がりなんだろうね吠えるって、ね、うん、腹が減った、餌あるけど食べないの、水はよく飲むけどね、ねえファン、うん、おはよう、
応日刊ってデイリーみたいなので、そのために毎日バトルしまくってるね。配信者がひたすらバトル、バトル、バトル。で、何かやるっていうよりは、配信者同士コラボしてトークを楽しんでる感じ。コラボ枠だね。ふわっちで言う。コラボ枠がメインだね。それを楽しむって感じ。で、マルさんとかももう移動してるね。マルさんとか。で、リスナーも、あの、ふわっちの視聴者レベルが、コメント、あの、見えるって感じ。視聴者レベルあるでしょ。あれがコメントについてるんだよ。リスナーもレベルをどんどん上げてる感じだね。で、マックス50レベル。で、コツコツ上がってるね。名前の横に数字あるでしょ。ダイヤモンドの。あれがレベルなんだよ。そう、あのダイヤみたいな横の数字がレベルで。で、レベル50になるには2000万ぐらいらしいよ。レベル30いくともう結構すごいっていう。レベル30でもね、ファン君。40で3000万？それどこ情報？エンジン。誰かいるんだよね。あの、プリンセスコーヤっていう人。レベル高い人入ると歓迎されるんだ。ファチで金太郎みたいな。取れ高とかじゃないよね、もはや。でもなんかすごそうな人にも結構気に入られてるから、ちょっと試してみるわ。富豪はね、受けないよ。ちょっとわかんない。まあ、遊びだからね。レベル隠せるんだ。ちょっと今日の夜やってみるわ。で、みんなはいいからね。頑張んなくて。みんなは適当に、持ってる人は見とくだけでいいから。稼いでくれ、嬉しい。向こうは向こうでやってみよう。TikTok やる、もうやってるんだよ。何時ごろ、ずっとしてたよ、昨日も。でもね、ちょこっとや試してみたのが深夜だったね。12時とか。ツバニャンは閲覧10らしいよ。ちょっと疲れてきたね。猫かぶるのも疲れるよね。ね。昨日すごい俺、料理も野菜切ったりね、いろいろ動いてたから、頑張ったよ、昨日。で、すごい優しいって言われてる。めっちゃ好かれてる。優しい優しいって。これ惚れるとか言われてる。入れた、惚れそうとか言われる。頑張ってた。4000人ぐらい。いや、そんな言ってない。わからんけど。イベントがあったけど、俺が1位にしたらすごいって言われた。セラワンってすごいねって。
でもすごいんだよ、すごいポイント差を一気に縮めたんだよ俺、うん、でもまあ根は優しいからね、根は、うん、1位にしたって、まあ、うん、不安に引っ張ってきたら、だから言わないでよ、モラハラバレちゃうじゃん。ちょっとモラハラバレちゃダメでしょ、うん。内緒にしとかないと。コメントに乗らないとみんなも優しいとか惚れちゃうとかね。かっこいいとか。うん、最後、うん、やり方ね。だそれぐらい結構。多分リスナーさん、やうちのリスナーさんも協力してくれたんちゃう、うん、かわいいはちょっとわからんけど、踊ったりしたからじゃない。あっちはね、あのファン専用にしてもいいかもね、リスナーさん。ファン専用に。うん、ね。ちょっとこっち終わって、ちょっと。ガチ恋専用にやってもいいかも、うん、いやサブスクとかじゃなくてちょこっと、警察も OK だしね、ここちなみに、うん、うん、いいよ、新やつ映してたから、うん、タバコはきついからこうやって吸わないとね、うん、ファン君ずっと寝てるよ、うん、ずっとで、お酒はコップに入れて飲んでる、うん、で向こうキラコメ以外モデレーターに消されるからね、みんな、うん、川西とかも消されちゃうからキラコメいっぱい打たないと、ネタで、うん、ネタでキラコメ打たないとダメだよ、消されちゃうからね、10人モデレーターいるから10人だよ。モデレーターっていうのはリスナーがコメントを弾けるんだよ、コメキみたいなされたでしょ、うん、そう、リスナーが10人いて、うん、だから陽炭はさモデレーターやってっつったら好きにこいつアンチだなっていうのをブロックできるんだよ、うん、TikTok 向いてるも向いてないもライブってただのバトルだから、向くも向かないもないであれ、うん、そんなライブのクオリティはそんな高くない、ただコラボ枠でただの、うん、ただヘイトスピーチできないから小石投げれないのがきついね、うん、小石を投げれないから、うん、こっちみたいに好きかって言えないからね、うん、うん、下手に、うん、で、もう一つの前のアカウントがね A 版になった理由分かった、なんか金玉とかパルパルとやったんだよちょっと、で金玉でかいとか金玉の話してバンだね、うん、厳しいよほんとソース来たから4月の、うん、金玉の大きさの話とかたまると金玉がでかくなるとかいう話をしてた時にバンになっちゃった、うん、なんか金玉かゆとかやるともうバンなんだよ、うん、本当に金玉がかゆい時も金玉って言えないんだよ、うん、でちょっとそろそろ帰らないとちょっともう限界来てる、いろんな意味でもう
最悪のことをしてしまうかもしれない。男の部分が、ちょっと危ないね。タイガーかわいいし、ドラゴンかわいいし、出ちゃうかも。タイガーどころじゃないよね。リンゴみたいな、ゴールデンボールとか、ゴールデンボールがうずいてるとかね。そろそろアービー塩吹かせねえと俺のバットが折れちまうとか、そういうこと、ユーニーさんいらっしゃい。ちょ、一回だけケーキコンボやっていい？ちょっと朝しかできないから、ちょっとだけいい？今も、何日雇いみたいなもんだから、この時間しかちょっとないんで、いいですか？アイス、あ、アイス、もうちょっと仲良くね、できないな。あれ、ユニーさん大丈夫？あれ、ポチャ叩かれてるけど、あれどうなの？昨日ずっと配信してたの？全く見てないわ。なかったの？わかんない。最後の方にチラッと見ただけ。暇すぎて。で、みなみちゃん九州帰るんでしょ。叩かれるのかわいそうだよね、ちょっとね。みなみちゃんいい子なのに。ね。なんで叩くの？あ、ありがとう、センキュー、ありがとうね、サーチありがとう、フォローする、ね、ユンちゃんありがとう、はい、トラノスケもいらっしゃい、はい、リンちゃんありがとう、センキュー、テンキュー、サーちゃんもいいよいいよ、コツコツいく、喋りながらはい、ユンちゃんもね、